でもそう、そういう話でまさにその記憶の奥底に追えられちゃったみたいな話としては、はい、まあ、A さんと男の人30、40近くかなの人なんですけども、20歳過ぎた25歳ぐらいの時にふっと、あ、俺なんでこんなこと忘れたんだろうっていう子供の頃の記憶を蘇ったことがあって、なんてことのない日なんですよ、確かに夜9時からの刑事物のドラマを自分と、まあ、お父さんお母さんおばあちゃんで見ていて、でこたつに入ってたな、確かにこたつに入ってて、まあ、夕飯食べ終わって、で刑事物のドラマ見てて終わりました、夜10時になりました、もう寝なさいってことになって、歯磨いて、まあ、お母さんが布団敷いてくれて、で最後にお父さんにおやすみなさいって言ったら、お父さん無視したんですって。であれと思ったんですよ。すごく礼儀正しいお父さんだったので、挨拶とか絶対しっかりするんですって。でこっちがおやすみなさいって言ってんのに無視するありえないと思ってじっと見たら、それは聞こえていなかったのか聞こえているのに反応できなかったのかよく分からないんですけど、とにかくどっかあらぬ方向を見てカーって目を向いたらしいんですよ。でお母さんたちとかおばあちゃんとかもそれをお父さんを見て、えみたいな空気になって、お父さんの視線先をみんなパッって追ったんですね。そしたらいつの間にかそのリビングの廊下に通じるドアがガチャって完全に開け放たれていて、そこに赤ん坊を持った見知らぬ女が立ったんですって。でみんなうわーってあまりのことに黙って何にも喋れずにいたら、その女が赤ん坊をこうスーッて差し出した瞬間にブワーってものすごい風が吹いて家の中なのに、でみんなうわーって なった直後にパッてまた顔を上げると、その女はいなくなってた、赤ん坊もいなくなってた。だけどその女が立っていた廊下とリビングの、まあ、狭間みたいなところはびっしょり水たまりができて濡れていたっていう光景がまざまざと蘇ってきて、はい、25歳ぐらいの時に、はい、A さん、まあ、その次の帰省するタイミング、年末年始に帰省するタイミングで実家に行って、でそういえば俺が5歳6歳ぐらいの時、そうまさにこの実家だよってお父さんお母さんにね、はい、これこれこういうことあったよねって言ったら、お父さんとお母さんがこうじっと下向いて、うん覚えてるよ、えやっぱ覚えてるよね、俺なんか知らないけど今ずっと忘れてたんで、でもパッとこの前思い出したんだよ、えあれどういうことなんだろう、ね、何だったんだろうねあれって言ったら、お父さんもお母さんもうん覚えてるけど話したくないって言って、じっとこうまた目線をそらすんですって。で何と思ってパッと自分もそのお父さんお母さんの目線の先をって言ったら、まあ、自分たちのこういう話ひそひそ声でしたんで聞こえていなかっただろう、弟が寝転がって漫画雑誌読んでるんですよ。その時パッと思ったのが、あそういえば俺と弟の年の差5歳6歳ぐらい離れてる、そういえばこいつが生まれた、まあ、っていうか俺に弟ができたのってちょうどあの夜の後のタイミングだよなって思って、 A さんもその話をそれ以上追求するのはやめた。そうなんですね。へー、ちょっといろんな想像がというか、うん、ですね、こう赤ん坊をこう差し出すっていうのと、うん、なんかリンクしそうな気もしますね。もうそれびしょ濡れになってるからね、それこそ産めとか、ね、はいはい、そうですね、かなとは思うけど、あともっと言うと、はい、幽霊じゃなかったかもしれないですけどね、まあ、めっちゃ怖いですね。分かんないですけどね。それこそ、まあ、下世話なやつ言うとお父さんの愛人とか、あでも、まあ、それにしたら変なんですけどね、まあ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 、ずっとその状況を忘れてるのも変だし、はい、風がバーって吹いていなくなってるとか、はい、そんなことがあったら家族の誰も、はい、それ以降次の日から話題にしないはずないじゃないですか。そうですよね。たとえ愛人が乗り込んできたとしても、はい、確かに言いたくはないですよね、うんうんはい、まあ、言いたくはないけど、でもそれを一切その後20年間、はいはい、何にも話さないってことはないじゃないですか、
いろいろちょっとよくわからない。そうっすよね。すごっ。